今回ご紹介するのは、グラビアアイドルタレント女優の加計美和子さんです。加計美和子さんは1994年3月6日生まれ、身長164センチメートル、東京都出身です。加計美和子さんが芸能界入りしたきっかけは、高校生の時に友人といったファッションショーでスカウトされたことでした。彼女を名前が広まった大きな出来事は、人気番組テラスハウスに出演したことです。テラスハウスは、 見知らぬ男女6人がシェアハウスで共同生活し、そこで繰り広げられる友情や恋愛を追ったリアリティ番組です。彼女は共同生活者の中に好きな人がいましたが、思いはかなわず、テラスハウスを卒業しています。しかし、テラスハウスのおかげで加計美和子さんは一般視聴者からの認知度は高くなりました。また、彼女の抜群のスタイルもあり、グラビアアイドルとしてさまざまな雑誌で表紙を飾るようになりました。 余談ですが、加計美和子さんがグラビアアイドルとして登場し始めた時に、各雑誌で彼女の紹介文がストレートな性的表現が多く、笑ってしまったことを覚えています。例えば、ガバーリンの有名なセリフをオマージュした、父はでかかったとか、男性の欲求を煽るような発射準備 OK? といった文章が多くありました。加計美和子さんは、 グラビアを中心に活躍し続け、2014年にはファースト写真集、ヴィーナス誕生を発売しました。この写真集は、有名な写真家である篠山貴心さんが撮影したことでも話題になりました。かなり彼女の露出が多い写真集ですので、ファンの方はぜひ見ていただきたいと思います。その後、筧美和子さんは女優としても活躍しています。 2022年まででテレビドラマは50本以上出演し、映画にも10本以上出演している人気女優となっています。最近の彼女はグラビア活動は少ないですが、いつかまた大胆な姿を見せてくれることを期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本のグラビアアイドルを中心に紹介しています。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。